どうも皆さんこんばんは。あ、こんばんじゃねえや。こんにちは、ゆなみです。最近、ガリガリ君、皆さん知ってますよね？僕、アイス、そんな食べないんですけど、ガリガリ君食べるんで、まあガリガリ君以外も食べるんですけど、最近食べてないと思って、ちょっとふとね、食べたいと思ったんですよ。で、買いに行ったら、なんかまた見たことないなんか味が売ってたんで、今日はそれを買ってきました。これですよ、これ。ガリガリ君リッチ。紫芋と、これ何？安納芋でいいのかな？多分安納芋だと思います。なんか、今回もまたとんでもない味が出ましたけど、芋ですね。ガリガリ君リッチ。で、ここに当たりが出れば、ガリガリ君 T シャツが当たるという。当たりが出るとどうなるのこれ。あ、そうですね。これはそこです。当たりが出たら、ガリガリ君 T シャツプレゼント。もうまさかね、芋の味が出ると思いませんでした。食べてみます。美味しいのかな？うわ！紫やな。あ、ん？うわ、すっげえ、芋の匂いがする。うわ、すげえ。中に安納芋のあんが入ってて、外が、その中が紫芋のかき氷で、そこの紫のところが紫芋アイスらしいです。あ、めっちゃ甘いにする。いただきます。ん？甘い。甘いっすね、これ。めちゃくちゃ甘いっす。うん。中身、こんなんです。芋のあんがね。これでも、凍ってないですね、なんか。中の芋のあんは凍ってないです。あ、甘い。けど、美味しいです。なんだっけ、ガリガリ君、ナポリタンってありましたね、確か。なんかあれは、一口食べたらちょっと、無理でした。あれを、あの味はちょっと、無理かなと思いました。料理とかに使いませんかね、あれ。うん。うわ、うん、すごい。うん。味がガリガリ君いっぱいありますもんね。ついに芋まで出してきたかっていう。うん。うん。あ。外れでした。うん。ごちそうさまでした。美味しかったです、これ。うん。全然美味しかったんで。まあ、気になった方はぜひ食べてみてください。多分芋、うん。まあ、冬だからね。お芋、焼き芋とか美味しい季節ですね。それと、アイスでコラボるっていう。まあ、なんとも斬新なことをしたもんです、ガリガリ君も。気になった方はぜひ食べてみてください。見ていただき、ありがとうございました。バイバイ。